はい、皆様こんにちは。リフトドゥンケルハイトでございます。ムチダが実況プレイ戦国バサラ無印、続きをやっていきたいと思います。はい、政宗様の天下統一、続きですね。統治国数7カ国、だいたい半分ぐらいまで来ましたね。あと半分ぐらいなの、そんなこともないかな。 The Tall Eye、 俺とやろうってかい。やります。はい、前回ね、ようやくこのゲームで兄貴に会うことができまして、もうめっちゃ嬉しかったですよ、本当に。あ、大丈夫か、大丈夫か、お願いだ。お、よかったー、よかった。おっしゃー、これは元成に会える。元成も初めて会います、このゲームでは。なんかね、いつもね、この島津のおっちゃんあたりで潰されるんですよね、あのね、兄貴とか持ったら言って。あー、やべー、ああ、こんなうまいこといくとは思わなかった。すごい嬉しいです。じゃあ行きましょう、元成のところ。ガイズ、楽しもうか。はい、前回確か武器を、新しい武器手に入れたんですよね。これですね、これでいいか。最高の防御力を持つ刀。あ、確かにすごい、全然防御力が違う、倍以上上がる、すごい。でも属性はついてない、攻撃力は結構下がりますね。でも、あー、すげえ、ほんと倍くらい違いますね。これは下手なことでは知らないってことですよね。一回つけてみましょうか。んで、ウォーダンスなー。じゃあ防御力も上がってることなんで、ウォーダンスつけて暴れてみますかこれがどうね、効果を発するか。じゃあ攻撃力も下がったんで、これをつけてね。ちなみにこれを外すと、ああ、そのぐらい下がるのか。まあとりあえず行きましょうか。これはこのままで、はい。このマップはなんか見たことありますね。これ多分ヒーローズでちょっとやったことありますわ。このマップの形はですよ、実際の内容は知りませんからね。じゃあこれでやってみましょう。はい、高松城水攻め戦でいいのかな。雨降ってますね。なんだあのくるくる回ってるの。水攻めを開始して1週間。は？間もなく城はボス。何これ？これ何？これ。敵方。これ何？より船で吸収。来ます。などういうこと？え？ほ？ん？軍の門を突破しようとします。撃退してください。はあ。え、状況がよくわからない。沈めると申すか。何？どこの誰を倒せばいいの？誰を倒せばいいの？とりあえず赤い点滅してるのを倒せばいいのかな。どこだよ。いたいたいた、小早川なんとか。覚悟は決めた。ほい、あだ。あ、痛い。おい、いてえよ。すいませんが、どこに向かえばいいの？これ。誰か壊滅したぞ。毛利の意向を示す。見事である。どこに向かわれたらダメなの、これは。一体どういうことなの。できる。だがこれ以上は進まない。近場にいるやつをガンガン倒すことにしましょう。門はどうなるんだろう、あれは。これか。なんなんだ、なんだ、なになになに。門が崩壊したよ門が崩壊しましたよ。そんなこと言われてもね、どうすればいいの。どこに向かわれたらダメなのかもわからん。あー、これが日輪に認められし強者よ。おお、すごい叫んでます。ねえねえねえ、どこに向かわれたらダメなのこのゲームは。なんたる許すまじ。そう、なんなの。詰めたこと。とりあえずあの門をぶっ壊したらしき。あ、かげつな。あの人を倒しに行った方がいいのかな。持ちませる。背水の陣とは。いや、だって門を持たせるゲームじゃないでしょ。だって誰かを、なんか残り4人ってあの辺の、だって門壊してくれないとあの人たちは来てくれないわけでしょ。だから別に倒していいんじゃないですか。倒してじゃねえよ、門ぶっ壊せていいんじゃないですかね。これ、あ、ちょっと待って、ここにいるわ。はい、よいしょ。あと3人、これ、なまたか自分も崩壊。なんかよくわからないんだが、とりあえずまあ名前付きを倒していけばいいんでしょう。うん、多分そういうことだ。ほいほい、倒した。突破されました。どこが倒れた、どこが潰れた。あ、あっちね。だからどこに、なんか
船に乗らせるなって言ってますけど、その船は一体どこ、船は一体どこなんだと。さあボーダース痛い、まあ元就とかは相変わらずですね、特にファイヤー。それにしてもなんか状況がよく、多分あそこ、あ、なんかいるっしょ、えい、思い知るね、今の笑い方がよくわからなかったの。光の強さ、セリフが一緒だったな。はい、やべえ、なあ、あそこに引いたり突っ立ってるやつはどうすればいいかな。ダッシュが欲しい呪いは崩壊、これ別に全部崩壊されたら負けってわけでもないと思うんですけどね、一体どういうこと。待ってくれ待ってくれ、あそこに置くと森破られました、敵が侵入してきます。その割には動いてないと思うんですけど、だからどこにどう、一気になだれ込み、だから進撃やめてん、とりあえずあと一人倒せば元就が出てくると思うんで、やべえ、爆弾ヘイ、爆弾ヘイ、爆弾ヘイ、ほいほいほい、我が潰す。さて元就が多分ゼロになったんで出てくるんじゃないですか、どこに出てくるかわかんないですけど。我が日輪の、おお、来たー、采配元就来たー、うわー、よし、で、どこ、さすがです、おお、ちょり、いーよいしょー、危なかったー、わー、あそこか、どうしようかな、全部ウェイヤッホー、危ない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 、爆弾兵は爆弾ステップで回避回避、よいしょ、やばい、よし、ありがとう、なんだ今の、危ない、よし、楽しんで、あ、いた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 、上から撃ってきてんだ今、なんかいっぱい増えてるな、なんか一応時間まだそれなりにあるし、元就は多分動かないと思うので、この辺周り倒していきましょうかね、ほいほい、ちょちょちょ、おい、爆弾兵じゃなくて、これ陣営隊長、ほいほいほい、オッケー、ちょっと待って、どこ行こうかな、先にできるだけね、経験値を稼いでいきたいんでね、あー怖い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 、爆弾兵足速いんだけど、たた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 たうるせえんだよ、わけらへんよ、痛い、このままではならぬ、痛い痛い痛い、よいしょ、ほい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 、いけい、あーかん、オッケー、さああっちの左端も倒して、んーで左側のあの2つも倒しなん、爆弾兵うざい、よいしょ、なんか元就のところに爆弾兵ってあまりなんかイメージがないんですけどね、まあ元就性格を考えれば普通っちゃ普通かもしれませんけど、我が夫人が、ふふふふ、超えた人ばっかだな、痛い痛い痛い、でよいしょ、弓が多いのは元就のところ特徴ですけど、兄貴は、あ、痛い痛い痛い、なんだよお前、兄貴のところは銃が多くて元就のところは弓が多い、よいしょ、オッケー、どんどん使ってきます、ちょっと待って待って待って、燃えたじゃん、あっち行く、ちょ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 いちょ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 い、おい、マグナムステップ、おいほいほい、どうしよう、反対側やってるとめんどくさいかな、あれ元に若干移動してないか、気のせいかな、なんか若干出てきてるような、なんかもうちょっと奥にいたる気がするんですけど、気のせいですかね、とりあえずうやーい、もう邪魔だな、どうしよう、もうちょい、やーい、もういっちゃってたた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 、吹っ飛びまくったね、いや、あのクルクルしてる一体何なんだろう、危ねえ、このクルクル回ってるの一体何なんだろうな、やたら強いやつがいるぞ、ほいほいほい、なさあまだな、どうしようかな、全部潰すかな、あれどこだ、どこから入るんだっけ、あった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 、あ、いた、将来がある、
一輪の申し子ってあれは変わらないんですね。しかしなぜブッダ変わったんでしょうね。なんかコタローがツー、無印は出てないですけど、コタローが2の時はサスケと同じ手裏剣で、後からコタチに変わったのは、まあ、サスケと被ってるからっていう意味で変わったんだろうなっていう。あいてーい、おい、マサムネ様、起きて起きて起きて。わかるんですけど、元成の采配って全然それなりに特徴的なんで、で変える必要がどこにあったのかよくわからないですよね。独眼流は伊達じゃ、まあ今となっては凛頭で戦う元成が普通ですけれども、よいしょ、舞台では結構大変そうでしたよ。凛頭ちょっとちっちゃいんですよね、イメージより。でもあれ以上でかくすると出はけができないと思うんで。でもすごかったですよ、凛頭での盾はなかなかに面白かったです。分裂バージョンもねちゃんと出てましたよ、舞台でバサラ技みたいなやってましたからね。よいしょ、はいはい、おいしょ。舞台のネタ打ちコンビはなんか声が似てると評判で、私はよくわからないですよね。ほい、えいぎゅ、痛い痛い。さあ、この戦とりあえず大体殲滅したんで、あとは元成のとこにいるだけですね。じゃあとっとと行きましょうか。あー呪い、もう少しなんか足が速くなるんですが、イダテンみたいなのあったかな。あいてー、なんか通りすがりに殴られたみたいなもう怖い怖い怖い。さーてと、なんかこれ登れんのかな、これ登ったらなんかあるの、なんか登ったらあるのかな、降りれる。うわ危ねえ。じゃあこいつら先倒そうか。元成が、あいた、痛いって当たってないけど、わーい、これ渡る、わーい、おマスター宗様ー、あ、痛い、連続受け身取れたよ、今度は痛い、ちょっと元成どさくさに紛れて出てこないのでびっくりしたじゃないか。元成どこおい、びっくりしたわ元成、ちょっと焼け焦げよ言うてる。うう、あ、痛い、ちょ、岩が邪魔なんですけど、どこ行った、普通に振り回してるぐらいですね。おい、ちょっと名前付けを先に倒しておきたいんだが、燃えてる炎属性か元成。あー、まあ焼け焦げよ、だからまあ別に合ってるっていうか、光属性が多分ないんでしょうね、無印は。ほい、そうか、焼け焦げよ、だから炎属性っていうのはなんとか分かるけど、なんか違うな、なんかイメージが違うな。兄貴も炎属性だし、なんかイメージ、えい、ごめん、使えぬ孫どもめ、なんか駒発言してないような気がするな。よいしょ、外したよ。あー、後ろを取られてるんですよ。ちょっと、戻しよっか、ムチ振り回せみたいだななかなかできる、やめてやめて、あれぐらいしか技ねえのかな。ほい、あら、ちょっと待って、遅いんだよ、あらら、我が城を沈めたこと痛い痛いね、ちょっと連続で岩ガンガンやられてるんですけど、もう岩邪魔だ。よし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 、ユータ駒発言してましたわおいー、やだ、恥ずかしいやだとか、思い通りに動かぬものめ、ごめんって、今のはこっちに対する発言じゃなかった。来た、あ、ちょっと待って、今弾いたぞ、弾き返しあるのか、今だって私ガードボタン押しましたもん、弾き返しあるんだ、へえ、びっくりした今、このままでは思いっきり吹っ飛ばした、ちょっと待て、いい、ちょっと待とうか、あ、やめて、元成、いた、何してんの元成、あれはため技か、ため技かなんか、敵の動きが早いおじいちゃん無理すんなってか、毛利の意向を示すガードしてんな、ガードの体勢あんまり変わってない、凛頭持ってる時とあんまり変わってない、燃えてる、お、なんだ、なんか今の動きはちょっと壁を出すときと似てたぞ、えい、ほい、ほい、
やばいよやばいよ、なかなかにやばいぞ。よいしょ、おいおい、ちょ、岩とかが邪魔なんだな。めっちゃ笑っとるんやけど、なかなかに厳しいぞ。いや、なんか上から銃が来てんですけど、もうちょいもうちょい。突破されたか。あ、外した。痛い。使う者どもやめて。よし、オッケー、溜まった。どこだどこだどこだ。あれ、どこ行った。いたん。それもここまで。さあ、よし、行くぜ。これで倒せるか。当たればねって感じだけど。いける。いける。いける。いけ。させなかったよ。とどめ。ああ、外した。もうちょい。嫌です、ごめんよ。はい、捨て駒発言で終了。ああ、采配もとなりなかなかに強かった。もう一度日輪を見たか。ああ、雨降ってますもんね。独眼竜正宗、はい、なんとか無事にやり遂げました。結構危なかったな。なんでだろう、岩かな、岩のせいですね、きっと。岩と弓のせいだ。はい、たくさんもらえます。おお、ニュー、なんだこれは。体力が徐々に減っていく代わりに攻撃力が4倍になる。バカじゃないの、バカじゃないの。もうそんなもん使ってられませんよ。はい、さあ、レベル上がるかな。どうなる、ちょっと上がらないかもしれないな。うおい、おい、もう一声、もう一声ください。はい、それでは今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。